メイコです。フィアノだぞ。今日は商品開発の提言をしていこうではないの。新たな商品を思いついたのか。思いつきました。言ってみろ。私が提案したいのはこちらです。ヘラクライスとミニコ3点セット。こちらを提案したい。説明してみろ。まずロッテは版権ビジネスをやりたいと言っていたわけだから、どんどんシール作って売ればいいと思うわけよ。なるほど。その中で、やっぱり我々に人気があるのは、ホロやキラなわけよ。それは知っている。だけど、もう一つ人気のあるものがあるわけよ。てか、個人的に欲しいと思ってるんだけど。それが、ビニコなのか。その通り。ビニールコーティングのシールは、やはり人気はあるわけよ。厳密に言うと、ビニコって、初期のスーパーゼウスしかないから、その希少性が受けてるとも言えるんだけど。では、ビニコそのものはそうでもないのか。いや、やっぱり他にそのシールはないから、欲しいと言えば欲しいわけよ。そうなのか。多分、他の人たちも、欲しいと言えば欲しいと思うのね。本来なら、スーパーゼウスのビニコを再販してもいいと思うんだけど、でも、それをやると色々と混乱が起きそうだからね。どんな混乱だ？まあ、それはいずれ話すとして、とにかくそれを再販するよりも、新しくヘラクライズとのビニコを作って売った方が、混乱が少なく済むと、人気もあるしね。欲しい人はたくさんいると思うし。なるほど。で、作るのは通常のヘラクライストだけでなく、赤と緑のヘラクライストもビニコにして売ると、できれば、ケースとかに入れて、3枚セットで、5000円ぐらいで売ってくれるとありがたいですが、そのあたりはコストの兼ね合いがあるので、1万円以内だったら、私は買ってもいいかなと思っています。そうなのか。で、これは販売するとなったら、転売ヤーが動くのは、目に見えているからね。なので、数を決めて限定販売はやめてほしい。やっぱり、受注でやってほしいかな、やるのなら。これなら全然人は集まると思うしね。コレクターは絶対買うし。なんなら、一人3セットまで買っていいにしてもいいぐらいだと思うね。私も3セットなら、3つ買うし。なので、ぜひね、ヘラクライズとのビニコ版出してほしいのよ。もちろん、言い忘れてたけど、デザイン等は当時のままよ。そして、シルク印刷とやらでやってほしいです。昔のものをそのまま再現した上でのビニールコーティングでお願いしたいですね。そうなのか。もう絶対売れるから、これやっていいよ。変にわけのわからないコラボするよりも、こっちの方がロッテに利益をもたらすって。もっと柔軟に考えていきましょうよ。柔軟に。だそうだぞ。というわけで、今回の商品提案でした。ぜひともこれを作っていただきたいと思います。よろしく頼むぞ。